はい、こんにちは。今日は心理学のお話です。幸福度を高める基本要素ランキングトップ10ということでお話をしていきます。人の幸せっていうのはこう感じ方それぞれなので、何によって決まるかっていうのはなかなかあなたの幸せはこうですよ、ああですよっていうのは言いにくいところは確かにあるんですけれども、今回は5000人を調査した実験結果っていうのが出てきましたんで、以前1371人のお金持ち、あの億万長者の人たちの実験結果から幸福度を高める要素のランキング20何位っていうのを紹介していくと思うんですけど、今回それとまた別でお金を持ってるかどうかっていうのは別にして、トップ10っていうのを見つけましたので、今回それを紹介していきたいと思います。結論言うと、結構お金を持っているか、お金を持ってなかろうが、今回の5000人だろうか1371人だろうが、意外と似通っている結果っていうのが出てきたなと。当然その調べている項目が違いますんで、結果の文言とか違ってはきているんですけど、結論言ってしまうと、お金とかそれから他人と比較をして競争に勝つとかっていうのはランキングに入ってないです、今回トップ10の中には。で、前回のものにもお金を持っていることが幸せだとか、比較して競争に打ち勝つっていうことが幸せだって入ってなかったんですよね、1371人の億万長者の方にも。ということはやっぱり他人と比較してどうかっていうよりも、自分でその幸せかどうかって感じることの方がはるかに重要だって、これの結論にも書かれていることなんですけど、それは後ほど紹介するとして、結局は自分次第だと、自分がどう受け取るか次第なんだと、幸せはということですと、前置きはこれをまでにしておいて、トップ10ということで紹介していきましょう。まず10位なんですが、需要と、自分を受け入れるということですね。現実の自分を受け入れることっていうのが大事になります。で、未来を見据えてこうなってるはずだったのになとか、ありもしない理想の自分を掲げてるっていうよりも、今の自分を受け入れて、あ、自分はそうは言っても振り返ったら5年前の自分と比べたら、10年前の自分と比べたら、こんなことができるようになった、あんな考え方ができるようになったっていうふうに自分のことを受け入れてあげるっていうことが大事ですっていうことです。それから、9位は、運動ということです。運動すると脳が活性化して、幸せを感じるホルモンとかが出、電気信号とかが出やすいっていう結果が出てます。だから運動している人と運動してない人を比べた時に、これも比べたらいけないんですけど、やっぱり運動している方が幸福度高まりますよという結果です。そして、第8位に、方向性ということで、人生の目標を持ちましょうと。何でもいいです、もう大きいものでも小さいものでもいいんですよ、日々今この幸せだと感じている生活を維持するっていうものもあれば、どこか貧しい国に学校を建てるとか、そういった目標とかいろいろ皆さんあるかと思います。ただその目標がないっていうのは、ゴールのないマラソンをひたすら走り続けてただただ体力を削っていっているだけですので、ある程度の自分がどうやって過ごしていきたいかっていう目標の方向性っていうのを決めておく、これは大事になりますよっていうことですね。そして第7位に、挑戦ということで、新しいことをやってみるとか学ぶっていうことです。話の方向はずれるんですけど、例えば皆さん旅行に行くときに、行き道は長くて帰り道は早いってい う, こう経験あると思うんですね。行った道はこれから初めて経験することなんで、知らない世界に飛び込むから、その分だけ感じる時間が長いと、体感の時間が長いと。それから、帰り道は知ってる道を帰っていくので非常に早く感じるということなんですね。で、僕が結構好きな島田紳助さんなんかが言ってるのは、人生を長く楽しく生きるコツっていうのは、新しいことをチャレンジし続けることだみたいなことをお話しされてたことがあって、そうすると皆さん自身毎日が楽しくなりますし、しかもその楽しい時間が長く感じられるようになりますよということなんですよね、はい。人間退屈な時間を過ごしているほど時間が残されてませんから、ぜひ新しいことをチャレンジしていく、今日は何をやろうかなとか、次の休みは何をやろうかなっていうふうに考えて、それをチャレンジしていく、これが大事になりますと。それから第6位に回復力。これは回復力っていうと、運動とか仕事をした体力を回復させることですか？ではなくて、これは逆境、つまり自分が望んでいないような状況に陥った時にどれだけそこから復帰できるかっていうことです、はい。だからストレス体制を身につけたりとか、どんなことがあったとしてもそれを多く乗り越えられるだけの力能力っていうのを身につけることが大事だっていう、そういう話になります。そして5位、意味ですね。何のために生きてるのかっていう人生の意味を受け取るということです、はい。皆さんがその目標とかもあるかと思うんですけど、なんでこの世に生を受けて生きているんですかっていうことを、改めて考えてみるということが大事になります。そしてそれが見つかった人の方が、あ、このために生きてるんだなっていう幸福度が高まっていきますよっていう感じです。そして4位に味わうということです。これはね、結局は感謝です。日常があると、皆さんが生きていること、周りに友達や同僚がいること、家族がいることっていうことのありがたさに気づいていくっていうことです、こういったその当たり前のことがすごく
ありがたい存在なんだなっていうことに気づく、映画としてブルース・オールマイティっていうものがあったりしますんで、ジム・キャリーのねそういった映画もわずか2時間ばかりですから、ぜひ読んで、読んだらね、映画を読めない映画を見ていただけたらと思います。そしていよいよトップ3なんですが、第3位が感情です。ポジティブな態度を取りましょうと。でこれは別にポジティブシンキングになりなさいと、皆さんがネガティブとか落ち込んでいる時にポジティブシンキングになりなさいとかってそういうお話ではなくて、受け取ることをさっきの4位と紐づけて自分にとって必要なことなんだなと思って受け取れるかどうかっていうことです。はい、この困難は自分にとって必要なことなんだ、これを乗り越えた時に、もう一段階成長して自分のできる幅が広がるんだなっていうことを信じてやるというようなことです。そして第2位に人付き合い、やっぱり人って孤独じゃ生きていけませんよと。誰かとコミュニケーションを取ることによって長く幸せに過ごしていくことができると。ライフシフトの中にも人生の前半お金稼ぐこと大事だけど、後半になっていけばどれだけの人と幸せに過ごしていくことができるかっていうので、長く健康的で100年を生きることができますっていうことが書かれたりしてますので、ぜひですねコミュニケーション、人付き合いっていうのは大事にしてみてください。そして最後、与える、1位ですね、与える。これ何回も言っているかもしれません。このちょっと前の動画にもアダム・グラントさんの与える人こそ成功するっていう本なんかも紹介をしてますけど、やっぱり人のために何かをするっていうことが皆さん自身の幸福度を高める一番のキーポイントになってくるというお話でした。でこういったあの10個の項目を改めてランキング見てみた時に、研究者の人が現代人っていうのはこう成功しなきゃいけないっていうふうに思い込んだりとか、他人と比べて自分を蔑むと。だから僕なんかの年齢で言ったらもう何億って稼いでるような人たちたくさんいるんですよ。あるいはもう 何百人何千人っていうコミュニティを持って幸せに暮らしてる人たちとかっているんですよ。そういう人たちと比べたら僕なんかお金もない、友達も少ないしって、なんで自分で蔑んでるんだってことなんですけど、まあ、これがですね自分を蔑むっていうことが結局不幸とか不安の原因なんですよね。あのうわ自分はもう全然ダメだって思ったりとか、このままでいいんだろうかっていうふうに不安に思ったりとかということなんですけど、そんなことはどうでもよくって、結論、自己需要を、つまり自分で自分のことを受け入れることができているかどうかっていうのが大事ですよと。でそのことを学ばなくちゃいけないっていうことが示されているという結論を出されています。で想像してたよりも大きなことじゃなくて、日々の小さな習慣は結局僕らに対して幸福感に影響を与えているということです。具体的にじゃあ今言った自分で自分のことを受け入れるための自己需要を伸ばしていく方法としては大きく3つあって、まずは他人と接する時のように自分も親切に扱うと。でどんな小さなことでも自分でうまくできたことっていうのをきちんと褒めてあげるっていうことなんですよね。だからよく他人に甘く自分に厳しくみたいなことがあったりとかすると思うんですけど、そうじゃなくて他人にも甘くしてあげて自分にも甘くすることっていうのが大事ですよと。どっかのレンさんみたいに他人に厳しく自分に甘くっていうのは逆ですけど、あるのではなくて自分にもある程度のこう許容をしてあげると、こんなことができた自分すごいっていう風に思ってあげられるかどうかっていうのが一つキーになりますよという、そのところです。それから二つ目に、信頼できる友人とか同僚や家族に自分の強みとか価値観、価値を尋ねてみようということです。これ結構大事です。三つ目に、一人で静かに過ごす時間を持って自分の内面にどのような感情があるのかっていうのを探りましょうということです。自分が普段どんなことを思ったりとか考えて行動しているのかなっていうのをちょっと家の中でぼーっとしてみたりとか、まあ瞑想するとかねっていうのも大事ですし、それ森のあるような公園を歩くというのも大事だったりします。でそういう自分だけでぼーっと考えるのが難しいとかっていう方はぜひですねこういう本なんかもあったりするんですよ。リス山崎さんという方が出しているマイライフっていう書き込み式の文庫本がありますので、これねアマゾンでね売り切れてたりする可能性もあったりするんで、まあ、ちょっとあの気になった方は早めにご購入いただけたらいいかなというふうに思います。こんな風にね書き込んだりできるようなあのものになってますんで、こっちはまだ何も書いてないんですけど、こういうね、でまあ、僕も時々これを見返したりとか追加して書いたりとかして、あ今は自分はこう書いてるんだなと、あの時書いた自分はこう思ってたんだなっていうのを振り返って価値観をちょっと精査したりなんかしたりしてます。自分の能力について自分で評価をするよりも他人から評価してもらった方が格段に正しく正確な評価が手に入る、情報が手に入るっていう結果が出てます。だからさっき言った信頼できる同僚とか友人とか家族に自分の能力とかそれから強み価値を評価してもらう方がいいですよ、尋ねてみてくださいねっていうことを言ったんですけど、そっちの方が正しいというようなことを主張する論文なんかっていうのもいくつかあったりとかするので、多分
人から評価をしてもらうっていうのは想像以上に皆さんにとって重要なポイントになるのではないかなというふうに思いますんで、まあ、それがなかなか難しいって方はこういった本を使っていただけたらと思いますし、周りにそういった協力をしてくれる人がいるとすれば、こちらの人に自分のことってどう思うっていうことを尋ねてみたらいいと思います。ということで、幸福度を高める、基本要素トップ10ということで紹介をさせていただきました。皆さんにとって幸福度を高めてくれる要素、この10個の中にありましたでしょうか。ぜひあればそれをさらに伸ばしていくということを意識して、生活日々の習慣をコツコツ積み重ねていっていただけたらと思います。ということで本日の動画以上となります。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。